はい、赤ちゃんです。今回はここにおります、聖戦士ステオーラを倒したいと思います。こいつは上級ジョブのこれなんて読むんだろう。私は星読み人派なんですけど、まあ星読み人と呼びますね。まあ、その星読み人という上級ジョブを手に入れるために倒さないといけない敵です。星占い、それがウヌの下で、ご覧の通り今第2章突破してません。第1章をクリアしただけでございます。で、全員のレベルはこんな感じ。まあ序盤ですね。で、この聖戦士ステオーラはですね、魔法攻撃ばっかやってくるので、踊り子は使える奥義の武闘機シルティージのささやきだったかな、あれを使って神官の技を全体化して反射のベールを全員に配ると、そういうことをすれば、まあ、簡単に倒せるんですけど、まあ、やっぱり JP がたくさん必要なので序盤ではちょっと現実的ではないので、まあ、今回は反射のベールなしで倒すというやり方をご紹介したいと思います。魔法攻撃がやったらとドライサング以上にきついので、この人今アトラスダムにいるんですけど、この人を導きます。強さ2。なんだ雑魚かと思われるでしょうけど、この得意技メンタルアップが非常に強力です。これはですね、味方全員の属性攻撃と属性防御を上げてくれるというそういう技です。属性防御は上がるのでステオーラの魔法攻撃もちゃんと軽減してくれるということですね。聖火の加護と祝福のあらんこと、音もする先が第4章のボスよりも強いヤバい人なんですけどね。それでは参りましょう。このウィスパーミルの近くにありますね。エンカウント半減は持っております。こっからですね、ちょっと隠れた感じになってますね。ここです。さて、反射のベールなしということで、やっぱり装備品は属性防御をたくさん上げてくれるやつ、こういったのを装備した方がいいですね。ステオーラは流れ星っていう全体攻撃やってくるんですけど、それがね、風属性、光属性、闇属性を混ぜて攻撃してくるという感じなので、まあ、ちょっとでも軽減するためにこの闇のアミュレットとか、こういう竜巻のアミュレットとか、まあ、装備したいところですね。一応こういった体力を上げる装備もしてますので、まあ、これを用意したとはいえ、一応攻撃食らっても死なない程度にはしてますけど、まあ、メンタルアップはやっぱやった方がいいですね、もちろん。ここは星読み人の守護神聖戦士、聖戦士ステオーラの祭壇である。たどり着くし旅人よ、失われし星読み人になる資格を問うぞ。はい、行きましょう。もう好きにはさせません。ああ、速攻これ来たか。上がってきな。今のはステオーラさんが唯一物理攻撃やってくるんですけど、こっちが物理攻撃をしない限りは大丈夫です。まあ一辺ザクロシャワーかな。シャワー、ドライサンゴさんより魔法攻撃高いので、あーやられた。どうすっかなこれ。まあステオーラさんはね、あんまりブレイク調整しなくても大丈夫です。ステオーラに関してはブレイクするチャンスがあったらもうさっさとブレイクした方がいいですね。この人は他の上級ジョブの他のボスの中でなんか唯一本気を出さない人なんですよ。ずっと大体同じパターンなので、できればブレイクするチャンスがあったらさっさとブレイクした方がいいですね。とにかく属性攻撃力がやたらと高いので、まあ、まずオルベリクとりあえず混乱を解除しましょう。これを負けません。次のターンでブレイクしようか。いっぺん溜めて、
商人で傭兵呼びで踊り子で、皆さんお願いします。暗闇が入ったか。あ、毒も入った。暗闇は意味ないけど毒はありがたい。ほんならオルベリクさんはブレイクできるけどどうしようかな。まあ、次のターンでいいか。一旦粘着で送らせてと。行きましょう。まあ、とりあえず適当に攻撃してブレイクでいいです。まあ、もう一回踊り子さんに活躍してもらおう。なこれでトレスさんも傭兵呼びで踊り子さんと。よし、オルベリクの体力を回復したいが、どうすかな。まあそれでいいか。使わせてもらう。かかってきな。それでワーフェンは今盗賊にしてますので、あ、一応盗賊にしてるし探検をに切り替えて行動速度上げて、で袋しといたくなるぜ。これでブスボウがダウンしてくれますと。さて何しようかな。オルベリクさんはオフィリアの BP 回復してもいいけど、まあ今ちょっとあのメンタルアップしたいからな。まあ BP 回復でもいいか。適当にこれを使え。行きましょう。で加勢してメンタルアップやってくれるかどうかお願いします。よし OK。 これでだいぶ勝率上がった。死亡率もかなり減ったな。 OK。 ほんならコレサさんは傭兵呼び歩兵使ってもらいます。今お金50万あるので大丈夫です。ほい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 、素晴らしい。さてと今 6000×4 回になったんですけど、なんかステオーラさんなんかよくわからないんですけどダメージばらつきますね。たまに4000台とかにもなりますね。なんかブスボーダウンになっても6000、4000、6000、6000と かそんなことによくあります。じゃあシャワーで。ほらよ、これでとりあえず一安心ですね。メンタルアップ やってくれたので。あ、これこれ、これメンタルアップなかったらもうみんな瀕死になってますわ。それではさあ8回かシールド。右2つは雷と風だったかな。まあ、また探検だし2回チャージしてまた踊り子さんで、皆さんお願いします。おお、いいね、ありがたい。アーフェンはどうしよう。まあ防御するか。防御して次のターンに最初に行動してもらうようにして、覚悟はいいか。フルブーストじゃなくてもいいか。2回攻撃でいいか。でトレッサは、まあ、BP 回復でいいか。よし。でアーフェンに調合で超激ブスの素材と、今風と雷が弱点ですのでここでいこう。どうよ。オッケー、いくよ。よし、今やったらもうやたらと攻撃し放題ですね。いっちゃって、ズバッ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 。あ、今のところ 6000×4 回になってんな。いいね。もうブレイク中のオルベリクはあんまりやることねえんだよなこれ。使える技もこんなんやしな。呪文字切りなんてそんなに大したダメージはならんし、まあ、体力回復でいいか。体力回復しよう。これを使え。頑張ります。はい、頑張ってください。待ってください。まあ、頑張んな公平やけど。ああ、こうなんだよ。4000が3回になってもうた。
こういうことがあるからな、なんかステオーラさんよくわかんないっす。なぜこういうことになるのか。BP 回復と。これを使え。さあどうする。ブスボーダウンはまだ8ターンか。オッケーオッケー。お金に頼られてないわ。さて毒残り4ターン。ほなまあ称号でまだザクロシャワーでいっか。ほらよ。でオフィーさんはまた火星でメンタルアップやってくれるかどうか。よしよし。あー楽やな、これこれは楽やろ。お、これは闇4回ですね。あ、それでもアーフェン瀕死になったな。それでは防御して黄色か。次でいけるかな。次のブレイクで倒せるかどうか。オフィーさんは体力回復でいいかな。ほい。癒しの奇跡を与えたな。よし。メンタルアップしかせえへんな。素晴らしいぞ。粘着はもうちょっとで切れる。ならまあ粘着でいいか。このくらいで。まあ次のブレイクで倒せる可能性はありますが、もう毒で。あ、しまった。やめて攻撃するべきやった。アーフェン1回では無理やわ。やっちまったわ。まあいっか。もうここまでメンタルアップやってくれたら余裕っすわ。どうよ。さあどうする。じゃあ闇の精霊石。これでどう。行くぞ。まあやることない。よせん。頑張ります。では行きます。皆さんお願いします。ようやく攻撃か。ご苦労さん。ここからが本番。あ、赤い。いけるかもしれぬ。いけるかな。適当に精霊石投げて。これでも食らえ。次のオフィリアでいけるかな。どうだろうな。あ、4000がちょっと混じった。さあ次でいけるかどうか。ほらよ。負けません。いやメンタルアップさまさまだぜ。結構楽にいけてるな。皆さん、さあいけるか。とどめ。お、いった。やった。よし。やはり苦手です。いやさすがに。でもやっぱステオーラ反射のベールなしだと強いな。あのドライサングとウィンフィールドを倒しましたけど、どっちも誰も死亡せず、しかも瀕死にすらならなかったんですけど、今回は瀕死になりました。やっぱ強えわ。やつは四天王の中でも最弱と結構言われてるんですけど、反射のベールなしだと四天王最強ですわ。ありがとう。
この打ち消しの巡りは面白いですよ。敵に強化無効2ターンか、味方単体に 弱化無効2ターン。これね、あの踊り子の武闘機シルティージ、あれやった状態で打ち消しの巡りやると、敵味方全体に一気にこの効果入ります。かなり強力です。で、奥義は魔法攻撃ですね。なんか味方の BP がいっぱいあればあるほどなんか威力上がるという技らしいです。必殺メトリックスリーシスターズ、流星の三姉妹、武闘機シルティージ。さあ、これで敵味方全体になるはずですが、どうなるか。おお、なるな。おお、壮観だな。かかってこい。このアイコンですね、弱化無効で、敵はこれ強化無効、それが敵味方全体にかかったということですね。すごいな、これは。さて、これはどんなもんになるかやってみましょう。聖戦士ステオーラよ。おお今日は店じまいよ。おっと、乾燥するとは思わなかったな。結構いったな。ちょっとダメージ限界突破、ちょっと JP の関係で覚えられないんですけど、まさか乾燥するとは思わなかった。まあ一応これつけて、今のところ属性攻撃力一番高いやつで、あとはこれね、 BP イーターってやつ。これも星読み人が終えるサポートアビリティ、まあ、これもつけたんですけど、まあそれやると乾燥するんか。素晴らしいな、さすが奥義ですわ。さあ、というわけで上級ジョブの祠ボス3体倒しました。次は最後ですね、魔剣士バロガーでございます。まあ、そいつもまあ四天王の中で最弱と人によってはそう呼ばれてるらしいです。実際弱いです、うん、その人は簡単、ステオーラに比べたらだいぶ簡単。まあ緊急回避使うんですけどね、まあ、緊急回避使ったら結構簡単に倒せます。ではその日までごきげんよう。さようなら。